の先生なんかもそうだと思いますが、 今頃の若いやつらは言われたでしょ、はあ、やっぱ同じこと言いますね。あそれで確かにそうなんやなと、ああ僕らはあの上の世代から見たらこういうふうに見られてたんかいっていう あのあれはありますね。まあ、だけど、まあ、実際今の学生の特徴というかどんな印象を持たれます今。なんか元気がないっていうかな。 あんま元気を感じないですね。だけど、まあ、芸術学科ですよね、まあ、そういったことを志して、まあ、来られてる方でも技術がどん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 こう昔ほど、まあ、早い話がね、あの映像学科に来なくても映画撮れますよ、あの機械がね、ちっちゃいカメラ、あの、はい、デジタルカメラが出てきたら、ああいうの、あの映画もどきはいくらでも撮れるんですよね。だから、じゃあ何を撮るか言うたら何を撮るかがないんですよね。何もないんですよ。なんだろう、その今 その我々 その医療の現場でもその非常に機械がこう非常に発達してですね、なんだろう医者がその後をついていってるっていう、なんかそういうイメージと近いかもしれないですね。社会全体がそういうふうになってるんじゃないですかね。まあ、自分でこう何かを作り出すそういう、まあ、クリエイティビティっていうのが乏しい。そうですね、何でも機械がやってくれる、そうですね。だから、この前、ゴジラの特撮監督の川北さんと、ゴジラピオランテ20周年っていうんで対談をあちこちでやってたんですけど、はい、でまあね、ああいう時代の特撮ってね、こうほら空飛ぶでしょ、ラドンとかモスラとか、はい、だからこのピアノ線で釣ってるわけですよ。そうですね、はい、それでピアノ線をこう手でこう擦りながら消していくんですよね。そういう技術があったんですよ、見えないように、ね、なるほど、はい、今ね、もうコンピューターだとスッと消えるんですよ。その手作りの良さがなくなってるわけですね。だから、あの職人やなと思いました僕は。その現場見に行ってね、こうやって線消してるんか思って黒い絵の具でこう塗っていくんですよ。でこうスーッとやっちゃうとね、余計光ってくるんですよ、目立つんですよ。でそれをね、こう指紋をつけながらこうやっていくいう熟練のそういうのがね、コンピューターでね、一瞬にして消えるとアフラシでやってられないんですよね。もうそういうことも今芸術学校で教えることはないわけですね。っていうかね、どうやったらああいうふうにできるんですかばかり聞く学生になってきてね、その方法だけのすべをもうできるっていう。ただ やっぱりその方法に至るまで試行錯誤はと、やっぱりね、方法には思想があるんですよね。なるほど。その辺が割とその方法だけ持っていけば、ね、あと打ち込めばいけるみたいなね。なんかこう自分でこう作っていくというか、その過程をこう自分の中で考えてこう組み立てていくような作業ですね。ここはなんか抜けてるような感じですね。抜けてるよりね、そこの面白さを知らないですね。実はそこが一番面白いんでね。なるほど。キーボードポンと叩いてパッと鳴ったいうのは面白いかもしれないけど、それっていうのは一瞬ですよね。なるほど。何回も何回もやってたらお話になってきますよね。なるほど。ただ僕らがそれをやってるのは毎回毎回今回はどうやろうかっていうことを考えていくっていうことが面白いっていうことを教えようとしてるんですけどね。いや確かにそれが非常に大事ですね。まあ、我々 もう本当に検査機器、まあ、CTMR とか ねバンとこう画像がバンと出ますと、もうそれですぐにこう答えを出そうとしちゃうんですけど ね実はその間に、まあ、いろんな病気の成り立ちがあったりですね、それでこれあまり目を向けていかずに、あれはその、まあ、相手のまあ患者さんの会話があまりいかなかったりですね。だから昔症例検討会なんかあったけど、そうすると全然違うことを言う先生なんかいるわけじゃないですか。同じ写真とね、データを見て、はい、なんでこんなに違うんかなっていう、でそこでわーやっていくうちにこう真実に行くわけだけど、ね、今機械がさ今は情報が多すぎるんですよね。機械が一つだけポンと、これは答えた、もうあとみんなこう疑問を挟めない、挟む余地がないというね。そうすると討論にならないんじゃないですか。いや確かに本当そうですね。今はもう本当画像なりもうそこでも答えが出ちゃうので、あんまり考えて
いろんな議論をするという確かにそうですね。その議論のうちにこういろいろ自分が賢くなり相手を知り、もっと言ったら終わった後酒飲みに行こうかっていうそういうようなことまであったわけですけどね。そうですね。コンピューターが出す答え一つで、なるほど、終わっちゃうとそこで終わりですもんね。ね、本当に今なんかこう電子カルテなんかになるともうコンピューターとずっとにらめっこの医者でですね、患者さんの顔を見ないというですね、こんな話もよく聞いて、結局こう、コミュニケーション能力がないことが結局今の医者に対する信頼をなくしたりですね、まあ、いろんな問題がね、やっぱり全く一緒ですよ。今映画の監督って俳優を、俳優を見てないでコンピューター画面ばっかり見てるいう。なるほどね、やっぱそう全て共通してますね今の世相を反映してるというか。だからって言ってね、そういうコンピューター悪い、ものすごい良くなってるんだから、やっぱり一人一人の持ち方やないですかね。そういう使い方ですね、うん、あまりそれにこう振り回されてもいけないでしょうけど、うん、けどうまくやっぱり付き合っていくということも大事ですよね。 そこのところでしょうね。なるほどね。はい、どうも、本日はどうもありがとうございました。どうもいろいろもう久しぶりにお医者さんと話して、あ、いえ、本当にお医者さん受難の時代言うとあれですけど、苦しい時代ですよね本当に。いや、もうそれはどんな、ね、お仕事でもそうなんだろうと思うんですけど、どこの分野でも同じことが起こっててね、そういう設定があるので、本当にね、映画なんか見て感想を聞いた時に良かった悪かったっていうのがよく分からないんですよね、人からの感想を聞いてると。あ、はいはい、で面白かった面白くなかった、はい、意味が違ってきてるんですね。あ、だから本当に面白いってどういうことなんかって、本当にいいっていい映画ってどういうことなんかっていうのが全然こう基準がもうなくなってきて、あ、そういう意味では本当に難しい世の中ですね、まあ、確かにね、まあ、医者はもう本当にいろんな、まあ、立場、まあ、今までのあんまり確実的なことじゃなくて、一応この価値観もこれ多様化してですね、今の世の中のニーズにうまいことこうはまり込んでいかないとですね、なかなか医者も生き残っていけないというこう時代になってますんで、うう健康っていうのはあやふやな言葉ですよねなんか結局これも自己満足の世界ですから健康ってなんだろうっていうのを考えていったら、ね、そうですね、突き詰めるとこれはしんどいですね。なんかそういう意味でね、体に一つぐらい悪いとこあってもいいんじゃないかって確かにそれでバランスが、ね、取れてればでね、僕 の, 知ってる人で、ね、その一つをこうなんとかしようと思っているうちに、はい、だんだん不健康になっていくだからそれぐらいだったら一つぐらいもうちょっと置いといてもいいんじゃないかいう ね, そ う, そ, うね、まあ、そういう考え方はあるかもしれないですね。だから全体本当に難しいですね。だから本当医者も、まあ、病気があってそれを治すっていう、まあ、単純な発想だけではなくてですね、そうその方その方が本当に望んでられるところにいかにこう治すなんて考えたらいかんなんですよねそうかもしれないですね。いや本当どうもいろいろ本当ありがとうございました。まあ、最後なんですけれども、はい、キスナーの方にですね、はい、ぜひメッセージをいただければと思うんですけれども、やっぱりね、映画見てさっき言いましたようにね、面白かった面白くなかった良かった良くなかったってこういうのを考えるのはね、どっかね、自分の健康について考えると似てるところがあるんじゃないかなと思います。なるほどね。まあ、健康っていうのは結局まあその人その人の中で、ね、まあ、どういったものかっていうのはまたそれぞれ違うでしょうし、だから本当にリスナーの方に本当に自分が面白いと思うこと、うん、本当にいいと思う映画音楽っていうのをちゃんと自分でも持たないと、それはさっき言ったような健康と同じで、こういう状態が自分にとって健康な状態だっていうのをちゃんと知っとかないと、人の健康についていくと不健康になる。なるほど。じゃないか。私はあまりその情報に振り回されて、自分自身のやっぱり価値観というか、健康感、映画感を持っていくべきだという、まあ、こういう世の中ですんでね、確かにしっかり持っていただきたいということですね。学生に対するうちの。非常によくわかりました。はい、じゃあどうも、ありがとうございました。